レンガ造りの素晴らしい建物ということで、おはようございます。今日はこんな感じ。今日は1月の8日、こんな感じになっております。8時9分ということで、今日はこちら東京駅丸の内から始まります。本日何をしていくかというと、こんな感じでモバイルスイカというのは普通のイコカやスイカなどの交通系 IC カードをスマホに入れることができるんですけども、こちらにグリーン券というのがあるんですよね。グリーン券って一体何ぞやという話なんですけど、このグリーン券について今回は見ていこうと思います。新規購入払い戻し、さて新規購入としてみましょう。乗車駅は東京駅。今日はちょっと神奈川県の方に行きたいので横浜とかにしておきますか。こんな感じで次へとやると、こんな感じで下の方に購入に進むというのがありますから、購入進んでみましょう。するとこんな感じで東京、横浜、こんなものを買いましたよ、終電まで有効ですよっていうのが今ちょっと決済中なんですけど、はい、ということで購入が完了しました。頭上のセンターにセンサーにタッチしてご利用くださいというのを使ってみましょう。こちら本日は休日ですので、ホリデー料金50キロまでは580円となっております。じゃあ早速乗っていきましょう。丸の内北口乗っていきましょうよ。ほとんどがグリーン車ついてるやつだな。今回は東海道線上野東京ライン、こちらに乗っていこうと思います。東海道線の品川、熱海まで行くやつ乗れないかな。次が36分か15分、36分乗りましょう。ちょうどドアが閉まっちゃったな。次は普通品川、小田原駅かな。乗れるの26分発。あれが品川駅の上の東京ライン。グリーン車はちょうどこの辺についてるわけですが、人は少ないですよね。この品川駅の次の電車、グリーン車に乗ってきます。乗車率はかなり少なめ。これの1本後の上野東京ラインのグリーン車に乗っていこうと思います。本当に誰も乗ってないって感じですよね。下側に乗るか上側に乗るか、ここに乗るか、これちょっと今からね考えていこうと思います。乗ってる人はまあ本当にまばらって感じですよね。で後ろ側、こちらは自由席となっていまして、普通の乗車券で乗れるというふうになっております。上野東京ライン、さて、まもなく東京駅の10番線に入線してきたこちらの上野東京ライン、ここからは東海道線の普通電車小田原駅になります。15両編成、長い編成で到着でございます。関西じゃ絶対に考えられない両数ですね。この電車は東京駅を8時26分に出発します。さて、グリーン車に乗り込んでいきましょう。グリーン車は4号車、5号車、そのうちの5号車側に今回は乗車していきました。このグリーン車にも真ん中の通常の座席の高さ、そして下、上があります。今回は上に乗っていこうと思います。乗車したわけですが、上側のこちら緑色になっていると乗車したことを示す改札が省かれるようになっております。さて、早速東京を出発いたします。JR 東海道線の01起点駅となっております。東京駅は0キロポストがたくさんあるそうですね。
定刻8時26分に東京駅を出発しました。進行方向左側には北陸新幹線などに直通する列車たちが止まっております。さて進行方向右手を見てみると、こちら山手線の車両がありますが、京浜東北線山手線の線路があります。この電車は東京駅を8時26分に出まして、新橋駅8時29分、品川8時36分、川崎8時44分、今回の目的地横浜へは8時52分の到着となっています。進行方向左側にこちら新幹線を眺めて新橋へ向かいます。鉄道150周年なんかで話題になりましたが、鉄道発祥の地こちら新橋駅です。実は品川がなんか最初の開業だったとかって言いますが、新橋が開業ということになってます。8時29分帝国通り新橋駅に到着でございます。進行方向左側にこちらに東海道新幹線が見えます。次は品川新橋を出発しまして品川に到着します。新橋駅は8時29分東京を出発して3分後という風になりました。早いですね。山手線でも2駅が3駅だった気がします。座席の様子を見てみましょう。座席は結構広々、グリーン車というだけあって快適です。これがホリデー料金580円に乗れるんだから最高。肘掛けは上げ下げ可能。最近はあまり見ないドリンクホルダーですが、バスなんかによくついてますよね。そしてこちらご丁寧にもテーブルがついております。こちらにスイカの案内がありまして、最近はスイカって利用する人多いんでしょうね。さてこちらリクライニングシートもございます。リクライニングボタンを押してみるとずーっとこうやって後ろに下がっていくわけですね。リクライニング角はまあだいたいこのぐらいでしょうか。以前 A シートの動画も出しましたが、こちらにはコンセントはついていません。車内カーテンはこのようについておりまして、関東の電車はあまりついていない電車が多いですが、首都圏にしては珍しい。グリーン車だからでしょうか。しっかりとついています。湾曲しているのがとてもかっこいいですね。前の座席についている荷物掛けのフックちゃんとついております。残念ながらグリーン車には網棚がありません。というのも2階席と1階席にはありませんが、途中のですね、通常と同じ車端部についている座席には網棚があるということで、大きな荷物はそちらを利用する方がいいでしょう。テーブルを開けてみましょう。テーブルをオープン。前 A シートの動画でも案内しましたが、だいたいこのようにパソコンが1台置けるぐらいの、そんな感じになっております。さて浜松町のあたりを通過していきます。進行方向左上側に東京モノレールが見えます。これは羽田空港まで行く空港快速か普通か分かりませんが、このモノレールをずっと伝っていくと羽田空港、関東の玄関口である羽田空港までつながっています。さて進行方向左側ずっと見ていますが、大きなカーブが見えてきたら間もなく品川に到着です。右側東京総合車両センター多摩市センター、西日本からやってきた寝台特急サンライズ号がこちらに改装されております。もう少し走るとこちら高輪ゲートウェイ駅です。この辺りは再開発が盛んでいますが、最近できた駅はこちら、斬新ですね。さて品川駅には8時36分に到着します。E235 系1000番台と手前 E217 系という総武快速線の古い車両と新しい車両、お隣の総武横須賀線の快速電車にもこちらグリーン車、8時35分品川駅に到着です。品川はなんといっても新幹線の駅、利用客もそこそこ多かったです。8時36分帝国通り品川駅を出発です。先ほど見たこちら E235 系新しい総武線快速線横須賀線の列車が見えます。この電車は東海道線普通電車小田原行きです。
さて、先ほどグリーン券を購入することでグリーン車に乗車できますよという案内がありました。次は川崎に停まります。川崎はもう神奈川県に入るということです。本日はですね、渋谷駅の改良工事かなんかの影響でいろいろと変更があるんですが、こちらの東海道線は難なく走っております。湘南新宿ラインとかは若干こう遅れがあったりとかっていうことだったらしいですが、こちら山手線の余剰車両がたくさん止まっています。さて、今からグリーン車について見ていきましょう。今回はこのグリーン車が本題でございます。グリーン券を購入することでこちらグリーン車に乗車することができるんですが、このグリーン券には磁気乗車券、紙の切符とスイカグリーン券があります。そして朝という曲が流れておりますが、グリーン料金はかなりリーズナブルな価格となっておりまして、動画では、休日ということでホリデー料金が適用されました。 50km までは580円、 51km 以上で800円というふうな運賃計算になっております。そしてこちらが平日になるとホリデー料金の580円であれば780円、 51km 以上800円であれば1000円というふうに200円増しでの販売となります。東京からだと大船までがだいたい 50km より少ないぐらい、そして藤沢より先まで行きますと51キロ以上になってしまうので、大船まではかなりお安くなります。またグリーン券はですね、車内で購入することもできます。この普通車グリーン券を車内で購入するときには通常料金に加えて260円高くなっていきます。ですのでこのグリーン券というのはですね、できるだけ乗車前に購入しておくべきだと思います。しかしですね、こちら車内販売というのもあるんですが、この事前に買うのもちょっとめんどくさいなという方にですね、とっておきの方法があります。それはモバイルスイカを利用する方法です。モバイルスイカのグリーン券というのを車内で購入してもですね、乗車前に購入しても同じ値段になるということなんですね。もちろん車内にいるのかどうかを判定してこのグリーン券を発券するというのが、モバイルスイカでできるかって言われればできない、だからそうしてるんじゃないかというふうに思うんですが、そのようになっておりますので、モバイルスイカを使うのは大変便利でございます。普通車グリーン券は指定席ではありませんので、座席上部にある先ほどご紹介したスイカマークにこのグリーン券情報の入ったスイカまたはモバイルスイカをかざすことで車内改札を行っています。また磁気乗車券、紙の切符については、グリーン車のアテンダントさんという方がいらっしゃいまして、そのアテンダントさんに改札してもらうことができます。そしてですね、この万が一グリーン車が満席で使わないということがあった場合ですね、この普通車グリーン席に常駐していますこのアテンダントさんに、すいません使わない旨を証明書くださいって言ったら、その証明書をもらえますので、それをですね、緑の窓口に何なり持っていきますと、その駅でですね、払い戻しをしてくれると、そういったサービスもございます。さて、いろいろ喋っていましたが、多摩川を渡っていきます。ここの多摩川を渡ると神奈川県に入ります。先ほどまで東京都にいたということですね。奥には京急線の車両なんかも見えましたが、まもなく川崎です。京急線は乗り換えですね。京急川崎という名前もあります。そしてこの川崎はこの東海道線普通電車にとって神奈川県に入って最初の駅、その次の川崎を出ると次は僕の今回の目的地である横浜に到着します。さて、川崎駅に到着です。川崎到着は8時43分。この電車は東海道線普通電車の小田原駅、川崎には京急線との乗り換え、川崎を出発します。川崎出発は8時44分でした。東海道線の他に京浜東北、根岸線、JR 南武線などがこちらを並走しております。今左手に見える並走というか追い越しているのは京浜東北線です。やっぱり東海道線の普通電車は速いですね。京浜東北線には快速という種別もありますが、その快速の意味とは。さて、こちら緑色そして黄緑色のラインが描かれていまして、そちらの電車の奥側、こちらには京急線の車庫、神奈川新町でしょうかがあります。
川崎を出たらもう間もなく横浜に到着でございます。奥に見えるのはみなとみらい21の付近でしょうか。いよいよ横浜の市街地、神奈川県の市街地である横浜に到着でございます。横浜に住んでいる人は意地でも神奈川県住みですと言いたくないそうですね。あ、いや横浜に住んでますけどっていうふうに言うそうです。さて奥には12両編成対応の京急線のホーム、そして手前今到着しているホームが京浜東北線または東海道線のホームとなっております。ということでだいたい25分ぐらいの旅が終了いたしました。やっぱりグリーン車はですね快適なんですね。横浜、川崎と戸塚の間にある駅でございます。たった30分足らずで到着できるこの東海道線、普通電車のに早いですよね。小田原駅がとりあえず出発していきまして、まあ、こんなところにですね帰るわけですよ。ということで今回は、東京から横浜まで湘南新宿ラインじゃなくて上野東京ラインですね、の東海道線各駅停車ではなく普通電車かに乗ってきましたという話なんですけど、この電車は、ほとんどの車両にですね、グリーン車というものが設置されておりまして4号車5号車になっております。というのでこちらでグリーン券を買うこともできますし時期発券をすることも、可能です。ということで今回はご視聴ありがとうございました。たった30分ぐらいの移動ですがやっぱりグリーン車だと快適ですよね。ここは JR 横浜駅です。本日もご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。やっぱりだいたい空いてるんで皆さん利用してみてはと思います。さて横浜に何しに来たかというと特に何もないです。ではさようなら。